州は入社後平行線で、東京は愛せど何もない。イントネーション癖ありすぎだよ。いやいやいや、イントネーション田舎もんやなって、田舎もんサディスティックなってるだよ今の。いやいや本当に、あ、俺むっちゃ、俺もジェイむっちゃ好きやからちょっと歌ってみんで。ウィシュウィシェル平行線で地平線で、癖が強い。はい、どうもありがとうございます。あ、ちなみにあの事変の時の若ちゃん歌い方はクッソエロいらしいですよ。あ、いけねえ、いらねえくせに。こらこら、岩田またいらんこと言って、こら待て。
投票事件です。お願いします。噛みました。投票事件です。お願いします。今日はご来場いただきありがとうございます。東京事変最後のライブになります。どうかご清聴お願いします。先輩後輩、ありがとうございます。今日は楽しんでいってください。
そうですね、この東京事変の有志は私が大学に入って初めて自分から誘った有志 で、3回生の学祭と4回生の学祭どっちも出させていただいて、と OB ライブとあと今回の卒業ライブにの機会をいただいたんですが、あれですね、もう最後のライブやと思うと、ものすごい緊張しますね。今までのライブで一番緊張してるかもしれない。いけませんないやでも、今回のライブのために赤ちゃんもこんな格好、もう私のエゴでしかないんですけど、奇跡会人形ですね。もう毎回ね、ナースとかセーラーとかいろいろ来てくれたね。どんなに視力がいいと言っても来ててくれない。これが東京事変です。そう、だいたい古着屋さんで調達してくるんですよね。これもなんか1000円で買ったのにタグ見たらドルチェ&ガッバーナって書いてました。びっくりしました。まあそんなことは、まあ、我がエロいっていう話なんですけど、まあね、そう、どうやって締めくくろうかな、何も考えないで言ってしまった。あ、そういえばね、今さっきの時間でちょっと頑張って、大丈夫？まあまあみんな喋ってもらうんですけど、ちょっと多めに喋ってすみません。なんか事変のトレードマークのタイツを作ろうと思って作ってきました。っていうどうでもいい話。いや、なんかちょっとなんかいい話は最後に取っといた方がいいかなと思って、今こんなしょうもない話をしてるんですけど、どうしよう、バカなんか喋る？今んとこはいい？じゃあ最初はちょっとふわっとなんかしょうもない話での MC でした。次は、次は、まあ、まいちゃんはすごい、まあまあ、なんていうか、かわいいキャラなんですけど、次の曲は、シーズンさよならっていうんですが、ちょっと、さよならシーズンって言い続けてました。最後の練習でも言ってたかもしれない。ゴロがいいからね。大方真由子は自分のゴロの良さで曲の題名も変えてしまうような先輩です。あ、というわけで次の曲聴いてください。シーズンさよならです。
Oh,
もうあと残り1曲で事変も最後の曲になってしまうんですけども、見てわかる通り私以外は全員卒業生で、もう一気に今日の卒業ライブが終わったらまた、まあ、今後事変を誰がやるのかは分からないんですけど、このメンバーでもう事変をやるのは今日が最後です。すごく感慨深いというか、あっという間に1年半経ってしまうんだなと思ってすごい寂しいですけども、その分最後は楽しんで終わりたいなと思っています。誰からいきますかね、 MC を。あ、はい、ありがとうございます。皆さん聞いていただいて、ちょっと僕ここで多分喋る機会最後だと思うんで、少しだけ伝えたいことを伝えとこうと思います。みんなきっとこう好きな音楽とかディープストリームに入って音楽をしに来たと思うんですけど、みんな音楽は好きですよね。で、音楽をしに来てるとは思うんやけど、きっとなんかみんな、僕からした、3つ下の1回生とかとこうきっと好きなジャンルが違ったりとかいろいろあると思うんやけど、ね、ちょっとまとまってないんやけどね、きっと嫌いな音楽とかもあると思うんやけど、ね、そういう時もやっぱり音楽がみんな好きやってことやから好き嫌いせずにしてほしいなと僕は思ってます。もちろんダンスビートが好きな人もいたり、メタルがブレイクダウンみたいなのが好きな人もいるけど、そうじゃなくて音楽をもっとみんな好きになってほしいし、僕これから3つ続くんですけど、ね、ちょっと4年間の全部込めてやるんで、みんなちゃんと見てください。じゃあ私はちょっとみんなに向けてとか何も考えてなくて、事変に向けてちょっと喋ろうと思います。と、事変誘ってくれたのはいつやっけ。で、和歌を誘いに行ってんな。最初の4人は決まっとってんな。やんな。で、和歌誘って、でもその時は全くやる気なくって、私が音楽もやるつもりで全くなかったから、ほんまに事変やると思ってなくて、でほんまに1年ぐらい全くサークルにも行ってないし、楽器も触ってないし、出してもなくて、でいきなり事変やったからわーと思ったけど、でも無理やりももちゃんが勝手に有志のエントリーをして、そう、なんか学祭のエントリーするからてか、エントリーしたから学祭のシャッフルちゃんと申し込みしといてって急に来て。待って、そんな強引な誘い方は。いやいや、そんなことない、そんなことない。なんかもうちょっと言われとったけど、まあない話なんやろなと思っとって。あるあるある、そりゃ。で、ああやるんやと思って、久しぶりにシャッフルに出てっていうのが3回の学祭やって、ママありがとう、じゃなかったらやってなかったし、ママありがとうございます。なんかアホなことばっか言って困らしたし、困らしたし、まあ話も聞かへんし、ちょっと問題ちゃったかもしれんけど、ありがとうございました。あるので、あんまりここでいいことは言わないようにしとこうと思うんですけど、
そうやな。最近ずっと思ってたのが、3月入ってから外スターばっかだったんですけど、僕ジュースを行ってもコートに行ってもいつの時間帯を打ってもディープの人必ず打って、もう練習する時にほんまにしんどかったんですけど、なんかディープの同期もやし後輩らがスタジオでなんか食べてたりするの見ると、すごいなんか久々にラウンジ来たみたいな感じになって、うん、すごいなんか楽しい時間でしたね、この卒来までが。まあまだ僕バンドあるんですけど、まあ、次編最後なんで、まあ、次最後の曲になるんですけど、頑張っていくので聴いてください。私はこれで最後なんですけど、うん、まあ、言いたいことはいっぱいあったのに、なんかいざライブになったら何を喋っていいのか分かんなくて、そうやな、本当に次編は私の中で一番、うん、思い出に残る勇姿で、うん、私が3回生の時にオーディションで出した、丸の内サディスティックっていう曲が、何やろう、この勇姿にとっての原点やし、で、最後の曲はやっぱり丸の内なんですが、この曲で締めくくれることが、何ですかね、私にとっての集大成というか、まあ、そんなやってミスったりするかもしれないんですけど、なんかこのメンバーには本当に助けられてきて、なんか、若ちゃんとか最初から歌うまかったんですけどずっと私がもっとエロくもっとエロくって言ってて、で最近卒業制作の CD を作るということで録音したんですが、その音源を聞いて、そのちょっと控え室うるさい聞いて、3回生の時に一緒にオーディションで録音した曲と今回 CD で録音した曲を、まあ、別に聴き比べたわけではないんですけど、なんかほんまに赤ちゃん上手くなったなって思って、なんかすごいセクシーだし、そのチーナリンゴの歌い方をすごい研究してくれて、めっちゃ考えて歌ってくれたし、なんかライブの見せ方も、私がもうすごい無茶ぶりしたりとかしてもなんかちゃんと真摯に受け止めて答えてライブを生えさせようと頑張ってくれたのがとっても嬉しかったです。ありがとう。高木くんはなんかそうごめんな、なんかちょっと事変が私に乗ってますけどので座るの高木くんはほんまに音源かと思うぐらい、すごいいいそっくりな音作りをいつもめっちゃこだわって作ってくれてて、ソロとかもすごい丁寧にバッチリ弾いてくれて、なんかやっぱりこの次編の中で高木くんの存在はほんまになくてはならない、まあみんなもちろんそうなんやけど存在やったなと思います。
高木くんのおかげですごい曲のつなぎとかめっちゃかっこよく考えてくれたりとかそういうところがすっごく嬉しかったです。ありがとう。マイコ、マイコ、マイコは荒川くん、荒川くん頑張ってあと二人喋らせて。マイコはなんか私全然人のこと言えないんですけど、マイコは私と同じくらいボケてて、いやなんかいつももう無理とかいけやんとか言って泣いてるんですけど、でも本番になったらもうすごいバッチリ練習してキーボードソロとかもバッチリ弾いてくれて、音作りもすごいこだわってやってくれて、うん、事変のキーボードソロってすごいかっこいいと思うんですけど、それを毎回、うん、バッチリ弾きこなしてくれるまやこ、この事変のすごいムードメーカーになる存在やったなって思ってます。あったかい空気を作ってくれてありがとう、まやこ。なんか最後はなんかすごい顔してる荒川くんシャイやな、シャイやな。まあ、ベースとドラムっていうのはすごい、うん、なんていうんですかね、コンビネーションが大切だと思うんですが、うん、なんかねそういう意味で私はこうしょっちゅう弾けへんごめんもう一回荒川くんと私だけでさっきのところやろうみたいな、そういう何公開処刑じゃないですけどそんなのをいっぱいやってて、なんかその決めとか、うん、絶対目を合わせたりとか顔を見るんですよね。うん、でどんどん決めがあったりとかしてくるのが、うん、私にとってはすごい気持ちが良くて、うん、荒川くんは私にとっては、うん、すごくすごく信頼できるドラマーなのでなんかほんまに荒川くんと組めて良かったなって、この事変のドラマーが荒川くんって良かったなって思います。ありがとう。うん、なんかすごい長々話してしまってすいません、なんかめっちゃ押してしまったかもしれへん。じゃあ次で最後の曲です。聴いてください、丸の内サディスティック。引っ込みましたね。保証はね、保証も